おねえニュース速報のジョーカー様よ。連日この男の話題で申し訳ないけど、今日もちょっと聞いてってほしいのよ。なぜなら彼はエンタメ的には最高に面白くもあるけど、今回暴露とは違う系統の爆弾発言も出ちゃったからね。注意喚起も含めての話なんだけど、まあその彼というのは今 YouTube 界どころか芸能界をも揺るがしているガーシーチャンネルの東谷義和という男。彼は過去に詐欺行為をたくさんし、それを YouTuber のヒカルに動画で晒され、全てを失った男。今は自分にはもう何もないんだという境遇が原動力となり、今まで自分に対して手のひらを返した奴らを暴露という形で復讐していくために、先月の2月14日に YouTube チャンネルを開設して活動し始めたわけだけど、とにかく今そのチャンネルが大変話題となっていて大人気。なぜなら彼はぼかしたりすることもなく全て実名で、訴訟も恐れず突き進んでいく暴走機関車だからよ。当事者からしてみれば脅威でしかない。私たち外野は最高に面白いわよ。おほほ。それもあって開設わずか3週間で登録者はもう40万近い。城田優也、大原桜子、真剣佑に大倉士門に、藤井流星などなどが暴露されて、徐々にそれらの影響も出始めてるわけだけど、過去にも私ガーシー東谷氏については取り上げさせてもらってるから、ぜひまだの人らは見てほしいわ。昨日もガーシーの暴露が2回ほどあって、一つはプレミア配信、そしてもう一つは生ライブ配信。そのプレミア配信とは何ぞやって人に軽く説明しておくと、 YouTube には普通の投稿と生配信の他に、プレミア配信っていうあらかじめ編集された動画を何月何日の何時から配信しますよっていう予告設定みたいなのができて、あらかじめその作られた部屋みたいなところに行って待機できたりもするんだけど、まあコンサートとか舞台でいう会場時間に入って開演時間からスタートみたいなもので、普通の配信者のプレミア配信だと待機しててもチャット欄とかコメント欄は特に動くこともなく静寂状態。動画が始まる少し前にわらわらと集まり始めてスタートみたいな流れなんだけど、このガーシー東谷チャンネルは公開10時間前からなんと700人をも超える人らが待機していて、誰々はああなんじゃないかこうなんじゃないかとか、チャット欄が常に流れ動き続けてる状態で、さらにはまだ始まってもいないのに動画にいいねが1000もついてるのよ。10時間も前から1000いいねよ。とんでもない人気の高さが伺えるし、ほんとあんたたち暴露ものが大好きね。私も大好きだけど、そして今回生配信の方では同時接続数14万人も集めてて、勢いでは完全にこれこれを超えたわね。相変わらずすごい視聴率の中、このガーシー東谷は配信をしているのよ。ただ今これらが非常に危険な流れになってるの。何が危険かというと、彼は様々な芸能人のプライベートな側近として27年間携わっていたという経歴や、有名人たちと一緒に撮ってきた写真もたくさん持ってるから、この暴露という行為によりリアル感が生まれて、みんなどんどん彼に飲み込まれつつあって、普通のファンどころかコアな信者が増えつつある。特に三浦春馬さんの件を扱ったことで、それは加速した感が強いと私は見てるんだけど、改めて思い返してほしいのよ。彼は言っても人を騙して金を取る詐欺師だったということを。まさにこち亀でも有名なあの原理よ。悪い人がちょっと良いことしたり、人間味あるような発言をするだけでギャップ効果もあり、通常よりも好感度が急上昇してしまう。まさに今彼は絶賛あの現象中なのよ。話半分に聞いてるならエンタメとしては最高よ。しかしのめり込みすぎる人が増えていった場合、ガーシー東谷のちょっと悪い心が動き出し、また本気を出されでもしたら、前以上にお金を巻き上げることもできてしまうのよ。それを踏まえて話すけど、今回の生配信の最後にガーシーのまずい発言が出てしまったわね。なんて言ったかというと、過去に芸能人の人らが撮ったハメ撮り映像もガーシーは持ってて、それらは YouTube で流すわけにはいかないから、自身のガーシー東谷サロンを作ってそこで共有していきたいなぁと思ってますって、いきなり
り言い出したのよ。いやこれ何かしらの犯罪じゃない？ガーシーのことだからもちろんイニシャルでごまかしたりしないでそのままストレートに出すんでしょ？これは芸能人の何々のですって言って他人のものを無許可で使って銭を生み出そうとしてるなんて、まあ許可する芸能人なんていないと思うけど、それを息吐くように普通に発信してそのまま自然な感じで生放送が終わったわけだけど、頭ん中どんな構造になってるのよあんた。人格の核心部分が出ちゃったんじゃないの？ほんといろいろな部分で楽しみな男よ。その他ガーシーについて最近気になるのが、通常投稿の動画内で無駄に使われまくる効果音というか SE が逆に癖になるのよ。こういうのとか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 、全く入れる必要のないところにも音入れてくるし、やっつけで編集やってるんじゃないかって思うレベルではめ込んでくる。そういうとこでもいちいち個性出そうとしてくるんじゃないわよ。ほんと内容だけでも十分エンタメ要素満たせてるんだから。それにしてもガーシーが仲間だと思ってた人からやられてきたことを考えると、ほんとかわいそうな男よ。この人は主に芸能人たちに女の子をアテンドしたりして認知されてたようなものけど、それってほとんどの芸能人たちから見たら結局ただの便利屋さんだったわけで、いいように使われるだけ使われて捨てられた。まるでフリーザのしもべとして一生懸命働いたのに、良いように使われていただけで滅ぼされたベジータのようね。ガーシー怒るのよ、もっと怒るの。そしていずれはスーパーガーシーとなるのよ、なんてね。